和歌山県広報番組紀の国21、和歌山県のさまざまな取り組みをお伝えします。司会の佐藤瑞穂です。前半は全国各地で広がりを見せている子ども食堂の話題です。県ではこのほど子ども食堂の開設や運営を持続的にサポートしようと和歌山県子ども食堂応援ネットワークを設立しました。まず子ども未来課吉川さんに聞きました。一般的には子どもが一人で食事を楽しみに来れるような子どもに対しては無料もしくは安価で食事を提供するような、食堂となっております。また子ども食堂の方は学校だったり家庭だったりそれ以外の第三の居場所として、他のいろいろな方々と交流できるような拠点となるように和歌山県の方も期待しております。また季節のイベントでスイカ割りだったりとか流しそうめんだったりとか今ではなかなかやらなくなったようなことを楽しめる経験できるような子ども食堂も存在しておりまして様々な面で子どもの生育にいい影響を与えているものだと思っております。ネットワークの役割といたしましては寄付の分配またはマッチングそれからコーディネーターを派遣することで子ども食堂の新規設立から運営に関しまして伴走型の支援を実現できればと思っております。また子ども食堂が交流していく場として交流会の開催だったりセミナーの実施だったりということでさらに良質な運営ができるように県の方もサポートしていければと思っております。和歌山子ども食堂支援事業補助金という補助金がございましてこちらの方で子ども食堂の新規の設立を主に支援しております。ネットワークが設立することで新規立ち上げだけでなく今も運営している子ども食堂に対して持続的なサポートができればと思っております。県では来年度までに全小学校区への子ども食堂の設置を目指していてこのほど子ども食堂の開設や運営を持続的にサポートする体制づくりを目的に和歌山県子ども食堂応援ネットワークを設立しました。6月5日和歌山市のホテルアバローム紀の国で和歌山県子ども食堂応援ネットワーク設立記念シンポジウムが開かれました。子ども食堂の現状やネットワークの必要性を発信しようと行われたもので県内の企業や団体子ども食堂の運営者などおよそ200人が参加しました。まず岸本知事が挨拶しました。子ども食堂と言いますのは本当にまだ誤解があって子どもと名前がつくものですから子どもしかも、所得の低いご家庭の子どもさんを対象にした事業だという誤解があります。そうではないということであります。これはあくまでも3世代4世代おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんそして子どもさんの世代で集まりを作る、コミュニティを作るということを目的にした事業なんです。和歌山市内で言いますと連合自治会には一つ小学校があるんです。あるいは小学校区が連合自治会なんです。で必ずそこに神社があります。氏神様がいらっしゃるんです。そういうコミュニティがあって、普段でも七夕祭りやったり夏祭りやったり冬は餅つきやったりいろんなこう集まりがあるわけですよね。そこで、みんなが大人も子どもも顔も名前も分かる。それがだんだん薄れてきてます。それをもう一回、集まっていただいてそんな昭和の時代にあった、町を取り戻すっていうことだとぜひご理解をいただきたいと思います。次に子ども食堂の支援に取り組んでいる認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結びえの理事長湯浅誠さんが講演しました。湯浅さんは東京大学法学部卒業で現在東京大学先端科学技術研究センターの特任教授を務めています。また和歌山県の活性化につながる助言や提言を行ってもらおうと県が設置した和歌山未来創造プラットフォームのうち子ども食堂の具体的な取り組みを検討するワーキングチームのチームリーダーも務めています。湯浅さんは講演の中で大手企業の取り組み事例を紹介し企業が子ども食堂を応援するのは
チャリティーではなく自分たちの経営問題でもある。地域の人が元気にならないと人口減少が進む中でいずれは自分たちも立ち行かなくなると、子ども食堂を応援する意義を企業からの視点で説明しました。子ども食堂を応援するのは共助の絆で結ばれる活気と喜びにあふれる地域コミュニティ作りなんだと、そういうのが子ども食堂を応援することの意味です。なぜなら子ども食堂やってる皆さんはいろんな方がおられるのでね、全部一概にはくくれませんけれども、まあ、多くの方はやっぱ地域のみんなの居場所を作りたい、みんなが気軽に寄れる場所を作りたい、ほっとできる場所を作りたい、地域のつながりを作りたい、そういうふうに思ってやってらっしゃる方がたくさん、おられる。もちろんその中にしんどい思いしている子どもがいればその子に笑顔になってもらいたいなと思ってやってるけれども、子どもだけあるいは食べられない子どもだけっていうふうに限定してやってるところは少数ですね。ありますよ、ありますけど少数です。そういう意味で地域のつながり作りなんだこれと、いうふうに位置づけているということですね。次にパネルディスカッションが行われました。パネリストは和歌山市で本町子ども食堂を運営している三井和真紀さん、和歌山市民生活協同組合常勤理事の大塚隆盛さん、岸本知事、和歌山県子ども食堂応援ネットワーク会長の岡哲司さんです。基調講演をした湯浅さんがコーディネーターを務めました。人と人とのつながりによって地域を元気にしていく場が子ども食堂の役割である。多世代が交流することで子ども食堂の可能性が広がっていくなどの意見が出され、活発な意見交換の場となりました。特色のある子ども食堂も多いの で逆にそれが自分が応援してしたいなっていう子ども食堂がそれぞれ何て言うんですか、サポーターみたいな形に取りやすいのかなとも思いますので、うん、和歌山県の子ども食堂のサイトにそれぞれ子ども食堂が掲載されてますので、まあ、お近くのとか、あ、ここはちょっと応援したいなっていう、気になるなっていうところがあるとぜひ一回見に行っていただいて、子ども食堂が、まあ、地域のさまざまな人たちのですね、こう居場所として、それがまた持続的にこう運営していけるような、そういう体制をこう和歌山に作ってですね、そして地域のこう人と人のつながりをこうそこに作り出していって、ぜひね、ちょっとどこでもいいんで現場へ行っていただきたいなと。やっぱりね、やってる人がね、熱があるんですよね、三井さん、熱があるんですよ。で、楽しいんですよで、子どもさんたちの笑顔を見てるだけでなんかええ感じですよね。そこのね、空間とね、空気感がね、すごく幸せな空気感なんですよ。パネリストの一人、和歌山市民生協の大塚さんに活動について伺いました。直近の活動ではですね、4月の25日に和歌山県社協さんと福祉活動に関する連携の協定というのを和歌山市民生協の方で結ばせていただきまして、私どもの事業の中で発生する出荷期限切れの商品なんかを毎月和歌山県社協さんを通じて子ども食堂さんなどにお届けすることを実験的に今始めているところです。少しでも子育てだとか地域の人々のつながりとか、まあ、そういったのが活発になってですね、和歌山県がより元気になれば私どもの事業の方にもいい影響がもちろん出てきますし、まあ、そういったところに、まあ、大変微力ではありますけれども貢献をしていきたいというふうに考えているところです。あと、まあ、食品ロスの観点から言いましても、そういった出荷期限切れの商品というのは今までは廃棄しなければいけないものでしたので、そういったものを有効に活用できるということで、この協定に関しては大変嬉しく思っていますし、できるだけ長く続けていきたいというふうに考えているところです。ボランティアとして子ども食堂に参加する親愛大学の学生に感想を聞きました。実際にですね、こういった場所でお話を聞かせていただくっていう機会はなかったので、
子ども食堂が現在どういうふうに行われているかであったり、そこでまた出てくる課題であったりについて詳しく知れたので、今後私たちは教育について学習しているんですけど、そこにまた紐づけられるようなことが学べたのではないかと思っております。子ども食堂は子どもだけでなく地域の幅広い世代の方々とつながることができる場だということを感じました。そして私も7月7日にゼミで子ども食堂をするので積極的に関わっていきたいと思いました。将来子どもに関わる仕事をしていきたいと思ってますので、積極的に子どもと一緒に関わっていきたいと思いました。最後に和歌山県子ども食堂応援ネットワーク岡会長に子ども食堂の意義や活動にかける思いを伺いました。子ども食堂っていうのは地域のさまざまな人にとってですね、居場所になる場所であると思うんですね。で、子ども食堂にたくさんの人が集まってきて、ここでそこでいろんな人がつながるっていうこと、それがすごく地域にとって大きな力になると思います。これから人口がどんどん減っていって過疎化も進んでいく中で、やっぱりそんな中で地域を支えていくのはそういう人と人のつながりだと思うんですね。子ども食堂を中心にしてこう地域を元気にしていく、そういうことが大事だと思ってます。そのために今回応援ネットワークを作って、個人の皆さんもそうですけど企業の皆さんとか、今まで子ども食堂って知らなかったよっていう人たちにもぜひ入っていただいてですね、そしてしっかり応援してそれを持続的にやっていくことによって地域を元気にしていく、そんな思いでこの応援ネットワークを立ち上げたということです。これから子ども食堂をやりたいってこう思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。でもそんな方々にとってもですね、そしたらどうやったらいいのか、まずどこから手をつけたらいいのかっていうのがですね、なかなかわからないとか、いろいろ迷ったりとか、どうしたらいいんだろうってこう思っている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、一緒になって私たち伴走型でですね、ご相談も乗らせていただきますのでですね、ぜひ一緒に子ども食堂を立ち上げるお手伝いもさせていただきたいというふうに思ってます。企業の方々はじめですね、子ども食堂を応援したいという方もたくさんいらっしゃるかと思うんですね。そういう皆さんとですね、ぜひ私ども一緒になってですね、子ども食堂をしっかりと支えていきたいと思ってます。企業ではSDGs とかですね、非常にこう熱心にお取り組みいただいている企業もたくさんあろうかと思いますけど、 SDGs っていうのは誰も取り残さないっていうのが基本のコンセプトになってます。誰も取り残さないためにはですね、しっかり人と人がつながっているということが大切だと思うんですね。そういう意味では子ども食堂をしっかり支えていくということはですね、 SDGs のその誰も取り残さないという考えにしっかりつながっていると思うんですね。そういう意味でもぜひ、子ども食堂を皆さん方の応援したいという思いを、私たちがそれをしっかり受け止めて、形にしてまいりたいと思っておりますので、その皆さんの思いを私どもの方にぜひお預けいただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いをいたします。改めて子ども食堂応援ネットワークについてお伝えします。子ども食堂応援ネットワークは子ども食堂会員とサポーター会員で構成されています。子ども食堂を運営または開設予定の皆様へは子ども食堂会員への登録をお願いしています。子ども食堂会員になると、子ども食堂の立ち上げや運営についての相談や助言、伴走型支援、支援情報提供、支援物資の配分やマッチングを受けることができます。また子ども食堂運営者同士の交流会へ参加していただくことができます。合わせて子ども食堂を応援したいという企業、団体、個人のサポーター会員も募集しています。ネットワークに対して年間10万円以上の寄付、もしくは年間10万円相当以上の食材、役務の提供、それに相当する具体的な支援を提供いただくと、サポーター会員になることができます。詳しくは和歌山県子ども食堂応援ネットワーク事務局、電話 073-435-5224 番、ファックス 073-435-5226 番、ご覧のメールアドレスまでお問い合わせください。
紀の国21、後半は高齢化が進む中で必要不可欠となる介護現場の人材を育成しようという県の取り組みを紹介します。まず長寿社会課の中谷さんに和歌山県の高齢化の現状などを聞きました。和歌山県では全国に先駆けて高齢化が進んでいます。県全体の人口に占める65歳以上の割合は2023年現在 34.2% であり、県民の3人に1人が高齢者となっています。今後も県の高齢化率は上昇し、2040年には 41.2% に達すると見込まれています。そうなれば県民の実に5人に2人が高齢者となる時代を迎えることになります。全国でも高齢化が進みますが、和歌山県では全国平均と比べて4から6ポイント高い割合で推移していきます。こうした中、今後も介護を必要とする高齢者が増える一方、現役世代の減少が見込まれており、高齢者の生活を支えていくためには介護サービスを担う人材の確保が重要となります。このため県では就職相談会や職場体験などを通じて介護現場で働く方を増やすとともに、介護職員が働き続けられるような職場環境づくりを進めています。最近の介護業界では職員の負担軽減や業務効率化につながる介護ロボットや ICT の開発が進んでおり、こうした新たな機器の導入を積極的に支援しています。また若い方にも介護現場に入ってきていただけるよう、2015年から県内の高校に在籍する高校生を対象に介護職員初任者研修を無料で実施しています。初任者研修では介護の仕事をする上で必要となる知識や技術を学ぶことができます。高校生向けの研修は高校が授業の一環として実施する場合と、放課後や土日、夏休みなどに学校以外の研修機関へ通学して受講する場合があります。毎年90名ほどの高校生に参加いただいており、これまでに700名以上の方が研修を修了しています。こちらは新宮市の県立新庄高校です。中谷さんのお話にあった介護職員初任者研修を授業の一環として行っています。3年生の選択科目に設定していて、数学や英語などの教科と同様に卒業に必要な単位を認める授業の一つです。新庄高校では8年前からこの授業を行っていて、今年度は12人が受講しています。この日は新宮市内で高齢者施設などを運営する社会福祉法人黒潮園のケアマネージャー新谷美幸さんを講師に迎え、介護保険制度についての講義が行われました。新谷さんは介護保険制度が導入された社会的背景や、これまでの高齢者福祉制度、介護認定の仕組みなどについて説明しました。生徒たちにこの授業を選んだきっかけや今後の目標などを聞きました。昔から介護の仕事には興味があって、それで祖母が介護の施設で働いていたので、それの後を追うようにやってみたいなと思ってこの授業を選択しました。制度のことも人権とかそういう尊厳のことも学んでいて、やっぱ難しいこととかやりがいのこととかいろいろ勉強してみて、やっぱりその仕事をしている人たちはすごいんだなと改めて感じることができました。介護福祉科の短期大学に進学して、そこからまた自分のやりたいことを見つけていけたらなと思います。家族が介護福祉の仕事についてて、話を聞く限り、やりがいのある仕事だと聞いているので、僕も将来介護福祉になって人の役に立てるようになりたいので、この授業を選択しました。黒潮園の方などが来られて、現実味のあるお話をされて興味を持って授業を受けられているので、
受けがいがあるなと感じております。資格を取って、その資格を生かして介護の仕事で人の役に立てるように頑張りたいです。介護職員初任者研修を受けた新庄高校の卒業生が働いている新宮市の特別養護老人ホーム黒潮園を訪ねました。黒潮園は新宮市内で特別養護老人ホームとデイサービス事業を展開しています。こちらは今年3月に新庄高校を卒業し黒潮園に就職した奥平遥さんです。こちらの泉宝さんも今年3月に新庄高校を卒業し黒潮園に就職しました。2人は入所しているお年寄りに食事を運んだりお年寄りの話し相手になったりと施設のスタッフの一人としてテキパキと仕事をこなしています。奥平さんと泉さんに介護職を目指したきっかけや現在の仕事、今後の目標などを聞きました。私が新庄高校1年生の頃に新庄の卒業生のここの黒潮園の先輩が先生として教えに1日だけ来てくれてその選択授業を介護の授業として選んだんですけどそれきっかけで介護に興味を持って人の役に立ちたいとか助けたいとかできればそういう仕事を選びたくて決めました。まだまだ失敗ばっかりで注意されたりは多いですけど入居者様の一緒に喋ってくれたりする時がとても楽しいです。高校の方で習った授業では介護用語がいろいろ出てきて実際この職場でも介護用語がいろいろ出てくるのでその介護用語を理解して最初から分かっているのでついていけていることはついていけれます。今後の目標はもう皆さん先輩方々のようにもう何でもできるようになってそれして介護福祉の免許を取っていきたいと思っています。楽しみながら仕事に取り組んでいるという2人から後輩の高校生たちにメッセージをいただきました。今は勉強中で結構将来に向けて悩んでると思うんですけど何か一つでも興味があるものに向けて調べて進学でもいいし就職でもいいし自分の好きなように頑張っていってほしいです。もちろんちょっとしんどいこともあると思うんですけど実際に介護職をすると楽しいこともいっぱいあるのでもしよかったら黒潮園に来てください。黒潮園施設長の岡さんに研修を受講した若者を採用するメリットなどについて伺いました。当地方でも少子高齢化が進んでおりまして、ますます介護を必要とするお年寄りの方々が増加することが見込まれています。そこでこのような高校の選択授業で、介護の仕事の魅力に触れる機会があるということはとても貴重だと思っています。高校卒業してすぐに働く学生さんにとって、何かと不安もあると思いますが、介護の仕事は全く未経験であっても、事前に知識や技術を学んでいることは、その不安を少しは軽減されることでしょうし、施設で採用後の人材育成もスムーズに行われていると感じています。近年、AI や ICT の発達に伴い、介護の分野においても見守り機器や立ち上がりや移動をサポートする機器など最新のテクノロジーを活用した介護機器などがどんどん開発されておりまして、職員の負担を軽減しつつ良質な介護を提供する新たな介護システムの開発が進んでいます。介護の仕事はこれからますますニーズが高まる仕事です。ぜひ若い世代の方々にも未来の介護に興味を持っていただきその担い手として活躍してほしいと思っています。最後に長寿社会課の中谷さんから県民の皆さんにメッセージです。介護は高齢者に寄り添いながら
その方の生活や人生を支える大切な仕事であり、高齢化が進む社会において今後ますます重要になっていきます。また最近の介護現場では介護ロボットや ICT の導入により職員の負担軽減や業務効率化が進んでいます。介護の仕事は無資格や未経験からでも始められますが、初任者研修を修了すると介護職員として基本となる知識や技術を身につけられるので、即戦力として自信を持って介護の仕事を始めることができます。また資格を習得していることで福祉分野での就職が有利になり、就職後のスムーズなキャリアアップにつながることも期待できます。高校生の方は県の事業を通じて無料で初任者研修を受講できるので、将来介護職員を目指している方はもちろんのこと、福祉に興味や関心がある方もぜひこの機会に参加してみてください。和歌山県では紹介したような高校での授業の一環として行われる介護職員初任者研修のほかに、他の高校の生徒と一緒に学校外で受講するコースなども開講しています。和歌山県介護人材確保対策事業についてと検索していただくと、研修の情報などにアクセスできます。詳しくは県庁長寿社会課電話073-441-2519番、ファックス073-441-2523番までお問い合わせください。最後に県民の友7月号を紹介しましょう。今月号の特集テーマは、未来へつなぐ地域の光、紀伊山地の霊場と参詣道、世界遺産登録20周年です。県では登録20周年を契機とし、この遺産の魅力を広く発信し、多くの方に感動や楽しみを提供するとともに、資産を次世代へ確実に引き継いでいくため、さまざまな施策に取り組んでいます。その内容などについて詳しく紹介しています。その他、県からのお知らせや催しの情報が満載です。県民の友は市町村を通じて各世帯に配布していますが、お手元に届いていないという方は県庁広報課までお問い合わせください。視覚に障害のある方のために点字版と音声版の県民の友も制作しています。ご希望の方は県庁広報課へお問い合わせください。電話 073-441-2032、ファックス073-423-9500です。広報課のホームページからもご覧いただけます。紀伊国21、来週は県内への就職や転職を促進するための取り組みと、南紀エリアで展開されている広域連携スポーツ合宿誘致プロジェクトについてお伝えします。来週もぜひご覧ください。それでは今週はこれで失礼します。